脳の個性ってのは本当に面白くてね、あの,一覧性ーーの方でも、えー、この中の、えーまあ、脳の,そのパターンってあるじゃないですかこれ,、まあ、これジャイラスって,ってサルカスとジャイラスっていってその凸凹のパターンがあるんですけどこれは一卵性双生児でも一致しませんだ発達の過程で変わっていっちゃうんですねましてやその神経細胞のつなぎ方というのは人によって全く違う数同じ家族でも座ってる場所によって見える景色って違うじゃないですかおお兄さんとお姉さんんとと姉だ えー、お兄さんの見える景色とお姉さんの見える景色妹と弟の見える景色が違う結局だから人生って二度と繰り返さなくてで一人一人が違う経験をするからその痕跡がこの脳の中に作られていくわけですよね。だからよくなんかあの、まあ、クローン人間の話が出てきますけどもクローン人間で全く同じ遺伝子配列を持った人が生まれたとしてもその人の経験が違うんで結局違う人間になっていくんですよね。一番ソーセーセジでも、えー 一緒に住んでれば住んんででいいればるほど性格は違っていくととうことが分かってる。結局だから人間の個性っていうのは一期一会っていうかこの宇宙に一回しか、えー、誕生しないこの脳の中の神経細胞の結合パターンっていうのは、まあ、結局はその個性なんですけどもある特定の結合パターンはこの宇宙の全歴史の中で一回しか生み出されないそう考えると我々一人一人の人生ってすごいことだし、えー、どんな人でも そののののユニークささっていうのは誰にも引きを取ららないこれが人間の脳の素晴らしさであるだからやっぱりそういう自分の脳の中の今まで生きてきた人生の痕跡を含めた個性というものを我々はもっと深刻に真剣に受け止めなくちゃいけないしその恵みとやると同時にその大変,大変さっていうのも含めて我々受け継がなくちゃいけないしそういう,もう100万人いたら100万人。 10万人いたら10万人違う存在として我々はいるっていうその個性のありがたさをねこの脳の神経細胞のパターンとして引き受けてるそれが我々人間なんだろうと思います。